ムスタファークンジュキキプロストルコ共和国の政治家。28歳の時にレフコ社のトルコ人側の主張に選出されて、以来、共和国議会議員、副首相権観光大臣、大統領等を歴任。既婚3人の娘と2人の孫がいる。リマソウル生まれ、中東工科大学を卒業後、レフコ社に移り住む。1975年、 キプロストルコ共和国建国国会議員に選出。1976年にレフコ社の市長に選出され、1990年まで務める。市長時代にはギリシャ側のニコシアの市長と積極的な協力関係を築き、ニコシアゲ水道プロジェクトやニコシアマスタープランを共同で推進。ニコシアマスタープランは1989年にワールドハビタットアワーズ。 2007年にアーガーハーン建築賞を受賞している。1993年から2009年まで北キプロスの共和国議会議員を務める。1999年から2001年まで副首相兼観光大臣。2015年北キプロス大統領選挙に無所属で出馬。アクンジュは現職のデルビシュエロールが 南北キプロスの再統合に消極的だったのに対し再統合に積極的でファマグスタのベロシャ地区についてベロシャを活気ある町にしようお互いのコミュニティが一緒にビジネスをすることで若者が仕事を見つけることができると述べている2015年4月19日の第1回投票でアクンジュは26.9%の得票を獲得4月26日の 決戦投票では60.5%の得票を得て、エロールを破り、当選。大統領就任後の2015年5月15日、南北キプロスの和平交渉を再開。23日には2回目の交渉を行い、南側のニコス・アナスタシアディス大統領と共に、分断された南北ニコシアの市街地を散策した。一方、トルコに対しては、大統領選の時から、 対等な関係を求めており、母と娘ではなく、兄弟の関係を望むと発言。それに対し、トルコの大統領のレジェップ・タイ,イップ・エルドアンは、キプロス紛争でトルコ軍が介入したことなどを念頭に、トルコは巡視者を出し、これからも犠牲を払い続けるトルコにとって、キタキプロスは子供だ。私たちは今後もそのようにみなすと宣言し、不快感を示している。 2020年10月11日執行の大統領選挙では、得票率32.4%を獲得したエルシン・タタール首相に続いて29.8%で2位となり決選投票に進んだ。10月18日の決選投票で落選し、同月23日に退任。ビレディエはスケンドグ NDA14R2010 年発行479ページ。 ありがとうございます。